淡路島で見つかった新種の恐竜ヤマトサウルスイザナギーの化石レプリカなどを紹介する展示会が洲本市で開かれています。この展示会は2004年に洲本市で見つかり、今年4月に新属新種の恐竜と分かったヤマトサウルスイザナギーを知ってもらおうと企画されました。ヤマトサウルスはハドロサウルス科の植物食恐竜で、体長は7メートルから8メートルと推定され、神話で淡路島が日本誕生の舞台とされていることにちなみ命名されました。会場には歯の骨や頸椎などの化石レプリカのほか、同じ時代を生きた恐竜のレプリカに加え、島内で見つかったアンモナイトの化石なども展示されています。展示会は今月29日まで洲本市の淡路文化資料館で開かれています。